総持寺添院は、石川県輪島市門前町門前にある、総当宗の寺院である。3号は、諸学山。通称は、農山あるいは竹山。かつての総当宗の大本山、総持寺。本山の機能が、神奈川県横浜市へ移転する際に、移転先が、大本山里し持寺となり、能登の総持寺は、 相持寺祖院と解消され別院扱いとなる。元は、諸竹寺と呼ばれた、行基宗剣と伝えられる、密教系寺院。1321年に、当時の十字である帝剣が霊夢を見て、腰中国長三寺にいた、経山上勤に寺を譲った。経山上勤はこれを前輪として改め、宗寺寺と命名して、解散となった。翌年、経山上勤は、 五代醐天皇よりの直問十問に応えた、法奨として、同時に、日本相当玉物もの紫出世の道場の自学が、授けられたとするが、伝説の息を出ないと言われている。1324年、京山上勤は、初竹山十条の亀鏡を定めて寺制を整えた。その後、寺を継承した、画山省広氏によって整備され、 五明と呼ばれた門人によって五箇所のシーンが設けられた。総当州の多くの寺院が、同時の系統を引き、本山の地位や諸権利をめぐって、越前国永平寺と論争を行うこともあったものの、能登国の大本山すなわち能山として親しまれた。室町幕府や地元の能登畠山市、長谷部市の庇護を受ける。 1570年の戦乱で消失したものの、新領主の前田氏の下で再興される。1657年には、治療を400国が与えられるなど、加賀藩時代を通じて手厚い保護を受けた。また、江戸幕府は1615年永平寺、総持寺を共に大本山として認めると共に、徳川家康の遺構で占領が寄付されて、幕府祈願書に指定された。 十字の地位は五つの達中による輪番性が取られたが、1870年の仙外液道囲語特従の十字が置かれた。1898年4月13日の大火で、解散病所である伝統院教蔵といくつかの小施設を除いた全山を消失した。1905年再建されたものの、これを気により、大本山にふさわしい場所への移転を求める声が、 高まる1911年11月5日、横浜鶴見への移転戦争の儀式が行われ、以降のとの総持寺は、総持寺掃院と呼ばれるようになった。2007年3月に、能登半島地震が発生。ガランが傾くなど、境内の建物30棟すべてが被害を受けた。その後は修復工事が進められ、改装700年目の2021年4月に、 楽景法要が営まれた。なお、2008年3月に、仏殿、報道などが、国の登録有形文化財となっている。林重独獣コア周水コア周水の一層持ち寺ンの門前町を流れる、鬼谷川の5キロメートル上流の深い森林に、包まれた丘陵の中に、日量約90トンリットルの湧水が湧いている。海素計算上金が、 流人の神託により、冷水が出ることを教えられたとの伝説が伝わっている。この由来により、寺及び住民では、この水を、仏前の賢茶、混入の聖水として尊び使用されている。また、この水は、子供には、清水大人には酒になったため経山が、コアシュードと命名したとの伝説がある。1985年名水百選の一つに、指定されている。 また、和島市は、旅衆との出会い千枚殿をテーマとして、水の里百選に選定されており、総持寺イン門前一丁そのゆかりのある、コア衆水は、白米千枚殿と並ぶ名水スポットとなっている。引用は煮沸して飲む、胸の注意書きがあり、有質口横に露過した、取水場がある。また、道中は、総持寺インのゆかりある、 自社跡が残り遊歩道が整備されているとともに、小ア集水周辺は森林公園として整備されている。ありがとうございます。